フーラの DJ さんとうちらでミックスしたナイト営業だったから、うちらが早い時間のオープンから12時ぐらいまでをやって、それ以降はフーラの DJ さんがやるっていう感じだったから、超早い時間は最初から DJ やらせてもらってたね、うん、あのやっぱ曲持ってる数も違うし、普通にやっぱ、まあ、向こうはもうプロなんでずっとやってるから、俺らは結構テンパりながらやるけど、向こうはさらってやるから早くああいう風になりたいなっていう気持ちはあったよね。で、1日イベントを構成できるような流れをやってみないかっていう話をウーラのオーガナイザーの人にされて、でうちはただの前座じゃなくてメインになれるから、まあ集客ももちろん自分たちしなきゃいけないし、フライヤーも自分たちで作んなきゃいけないけど、まあでもチャレンジしたいなと思って、で始めてって、自分たちがこうメインでやれるようになってって、メインタイムやれるようになってって、それが回数重ねるうちにこうだんだん人も増えてきて、やっぱ自分もお客さんの前で DJ できてるっていう感覚がこう強くなっていって、でまあもっといろいろやりたいなっていう、別グループのメンバーの人に一緒にやってみないっていう話かけられて、なんか東京レブっていうのを立ち上げるから、それのメンバーとして入ってほしいんだよねっていう話が来て、うん、でそれでもちろんやらせてくださいっていう感じで入って、それがラップ一番スタート切った時の感じは残ってるけどね。2001年かな、一番下っ端で入ったから、もちろんまた早い時間とかサブフロアとかっていうところの、まあ前座の DJ になっちゃったんだけど、やっぱ抱えてるお客さんの数も違うし、メンバーもやっぱりもう当時学生サークルとか、あと雑誌に出てるモデルの子とかの DJ とかが多かったから、もう俺なんかよりも知名度はもうめちゃめちゃもうファンを持ってる人たちしかいなかったから、すごい大変で、もう死に物狂いでこの人たちと一緒に戦っていくにはどうしたらいいんだろう、どういうふうにやっていけば自分はこの人たちと同じようなステージに立てるんだろうっていうのを毎日考えながらこう生活してて、当時東京レイブをやってた DJ ネオっていう人がいて、その人とまあコミュニケーションをいっぱい取ろうと思って、でまあ家も近かったから、一緒にフーラまで行くとき、フーラから帰るとき、プライベートっていうときにこうまあいろいろ話をしてって、で俺が思ってることとかイベントに対する思いとか将来に対する思いとかっていう話をこう日々こう話していくんだけども、その DJ ネオがもう俺いや引退するわってなって、引退するんだけど、このポジションの後継者いろいろ考えてんだけど、トラ君でお願いしたいんだよねっていう話をもらって、なんで俺なんだろうと思ったんだけど、まあでもチャンスだなと思ったから、まあ、それを受けてレジデントに就任するっていう、一緒にやってるメンバーが先輩後輩っていうよりかはみんな同年代で入ってやってるメンバーだから、みんな兄弟みたいな感じな雰囲気だったから、誰がレジデントになるからどうのこうのとか、なんかあの人にはついていけないみたいな、そういう世界観っていうのはあんまなくて、知名度もある人もいたし、俺なんか全然入りたてだったからまだレジデントって言われても知名度はなかったけど、そこですれ違いが出るとかあんまりなかったかな、うん、初めて会った時の印象はもうシンプルにイケメンだなと思いました。あとは礼儀正しいというか、あの腰の低い方だなっていう感じがありましたね。それがもう第一印象です。やはりあの彼がその持ってるその人柄の良さというのもあります。あの彼を知ってる人だったら分かると思うんですけど、やっぱり誰に対しても謙虚だし、うん、基本的に人に対して優しさがありますよね。であとは、まあ、全体を見る視点を持ってたと。クラブのレジデント DJ っていうのはその DJ をする時間だけ見てればいいっていうわけではなくて、その前後1日、そしてまた1週間、2週間、2ヶ月、3ヶ月っていう長いスパンでイベントを見なきゃいけない。それともう一つは、クラブにはやっぱり経営者っていう人がいて、で、スタッフがいて、で、お客さんがいる。その全体をちゃんと観察できてるかどうか。そういう意味で、レジデントって DJ が上手いだけじゃできないんですよね。全体を見て判断できるかどうか。それが、まあ、トラ君にはまあ、本当に出会った時から
そんな合ってるなっていう気はしてましたね。だから僕よりずっと広い視点を持ってたと思います。それがまあ選んだ理由ですね。まあ僕がやっぱり東京ウェブを辞めるってなった時に最後の方だったと思うんですけど、やっぱりね、普段すごく感情をあまり外に出さないというか、ドライというかクールなところもあるんですけど、彼は僕が DJ やってる時結構泣いてたんですよね、彼が。それがすごく印象に残ってますね。同じイベントとはいえ、音楽って流行り廃りがありますから、そのバランスを取りながらずっとやってきてるわけじゃないですか。でしかもそれがちゃんとねクオリティを高く持ってやってるっていうところで、まあ、僕にはできないことだし、まあ本当に日本のクラブイベントを見てもこれだけ長く続いて、お客さんにも支持されてる、イベントっていうのは少ないと思います。いやーもうすごいです。はい、このまま続けていくみたいな感じで辞めるかどうかな悩んだ時があって、メンズエッグっていう超人気雑誌のトップモデルをやってたヒロムがいるから、もう知名度なんて全然勝てないわけよ。オリジナルトラックを作っていこうっていう思いは強かったかもしれないね。